近世人物志この池の老女村尾勝崎典子、明治6年8月23日は、幕末のこの池の老女、勤労家。女中名は最初は田津、塚や、後に村岡局と称した。以下は、増14位。父は、大覚寺門跡家臣、津崎左京。兄は、大覚寺門跡初代部の津崎元則。安政の大獄で三種に処せられた、鵜飼吉左衛門の遠縁にあたる。寛政10年より、この池に仕えて、中老を経て、老女となり、村岡局を名乗った。この江忠広に仕えて、信頼を得て、また勤労活動に熱心で、水戸藩があろう、安島立脇や薩摩藩士、西郷隆盛、勤労像、月商、梅田雲賓などの勤労家と、盛んに交流した。島津斉彬の養女、篤姫が、この江忠広の養女として、江戸幕府13代将軍、徳川家定との婚儀の折、すでに亡くなっていた正室、幾姫に代わり養母役を務めた。安政5年の安政の大獄では、縁戚にあたる鵜飼吉左衛門を通して、水戸藩とこの池のパイプ役となり、土の絵馬の密直硬化に貢献する。そのため、京都庁奉行所の厳しい取り調べを受けた後、江戸に連行されて、松平光則に預けられ、押し込め30日に処せられた。文久3年にも、尊王攘夷運動の活発化に伴い嫌疑を受け、幕府に捕らえられている。維新後は、小天禄20国を賜り、郷里の北、佐賀の時期、指案を再考、余制を送った。明治6年8月23日に、同地で死去、享年88。墓所は、自家市安北節の竹林。明治24年24位を追贈される。書籍ほか京都、小野恵美子、1979年。国立国会図書館デジタルコレクション収載。ありがとうございます。